はい、えー、こんにちは、トレーダーの友です。それではですね、えー、今日は青空銀行ですね、えー、5月17日あ、昨日ですね、決算を発表というところで、まあ今日はですね、えー、特に寄り付きからですね、えー、上に上昇していたというようなところです。で、えっ、ー、と、まあ株単でもですね、一押し決算というふうに紹介されていまして、えーまあ、今期形状は4.2倍の増益になるというところになっています。 でえーとまあ、今期に関してはです、ね、えー、まあマーケット関連業務での損失が膨らんだ前期から大きく膨らむ、大きく回復するというようなところになっています。まあ、結構ですね、えー、この決算の推、ね、移とかを見ていきますと、おまあ前期がです、ねえー、結構赤字ということになってまして、まあ、そこのところで,です、ね、減配のリスクっていうのが、まあ、かなりです、ねえー、あったんじゃないかなと思うんですけれども、 まあ今回のですね決算、何が良かったかというと、減配はないとこういうようなところで、今期もですねこの154円配というのをですねえ継続をするよというところが、一番ですねえまあ安心材料になるのかなというふうには思っております。まあ、もちろん業績がですねえ回復するよというようなところですね、こ、まあ、このところもですねえホルダーの方はですねえかなり胸をなでおろす展開かなとは思います。 今マで見ますと今でまあ約6パールというところになりますので、えー、まあこれからですねこう兄ーんのワークも拡充されてきて、えー、そしてですねは、えーまあ、個人 のね、投資家というのが結構買いやすいようなそういう銘、まあ、柄にもなっていますので、えーまあ、PBR ですね 0.68PR12.5、まあ、というところで、まあ、あのそんなに割高感もないかなというところで、えーまあ、結構今後ですね買われてくる可能性っていうのはある程度はあるかなというふうには思っております。 あとですね、まあ、この青空銀行といえば、あまあ6月のです、ねえー、配当銘柄でも紹介をしましたけれども、四半期でですね、年4回の配当っていうのを実施しているというところで、まあ、ちょっと珍しいですよね。えー、まあ3月、6月、9月、12月ということで、3の倍数の月に、えーまあ、ほぼほぼ4分割ぐらいで配当されるということもあるので、 まあやっぱり配当をですね、こまめに3ヶ月おきに欲しいなっていう方もいらっしゃるとは思うので、まあそういう意味ではですね、やっぱり個人投資家にしっかりとね、目を向けたそういった会社なのかなというふうには思っています。 で、えっと、中期経営計画ですね、えー、こんな感じで、青空2025という感じで、えーまあ、今期からですね、3か年にわたって、ですね、えー、目標っていうのを出されているというようなところで、まあ、これを見ると、ですね、えーまあ、あまり面白いことは書いてないんですよね、特に、えー、まあ面白いというか、ここをですよね、要は最終年度というのは2025年ですけれども、ここでですね、配当成功50%、一株当たりの配当額158円への増配を目指しますというようなことを書いているんです。 ですね、うーんとは言ってもです、ね、今現状で,、えー、ですで、ね、に、えー、154円というところで、まあ、配当成功もです、ね、70%以上あるんじゃないかなというところで、まあ、ほぼほぼ <laughs>。 おまあ何て言うんですかね達成はしていますというかあのまあ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 という,ようなところの目,目標を3年後に据え置いているということなんでまあここからも分かるようにまあ何が言いたいかというとあまりアップサイドはないようなそういった会社になりますえここはですね株価が2倍3倍と膨らんでいくようなことは、まあ、まずまず起こりえないだろうというようなところでどちらかというとですね長期で保有をして え試案期ごとのですね配当は引き継ぎ実施しますよということはここにも書いてありますけれども堅実にですねえ利益を配当に還元をしていって株主還元ですねしっかりやっていきますよというようなところになっておりますのでえまあ配当目的で買うようなそういった目柄になるのかなというふうには思います。 まあ僕もですねえとまあ銀行に関しては、この前動画出しましたけど、三井、三菱 u f j ですね、ここしか持っていないんですけれども、ああ配当というところで見ますと、ここもですねどっかで買いに行きたいなと思っているところではありますので、ちょっとですね今日扱わせてもらっているというようなところです。で、えっとですね、信用倍率、ちょっと先見ていきますと、信用倍率ですね、2.67と5月12日の時点で出ております。 えーまあ、そもそもです、ねえー、この銘柄はそんなに収売率高くなるような銘柄ではなくて大体、ねえー、いい高くても5倍というようなところなので、えーまあ、2.67は特にです、ねえー、問題はない水準かなと思います。 ただですね、えーと、チャートの方をここからですね、えー、見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、チャートを見ていくとですね、えー、まずこの今、突き足ですね、突き足で見ていきますが、この、まあ、今のですね、ちょっとレンジみたいな推移にはなっているんですが、この今からですね、上に突き抜けようというところでネックになりそうなのが、この価格帯別の出来高のところですね、要は価格帯の方を見たときに出来高が非常に多いところですね、このラインというのをこれから えーまあ、上にあるというようなところで、値、えーまあ、が重いところに入っていくよというところは意識をしないといけないかなと思います。さらにです、ね、でねわ足で見ていきますと、まあ、こんな感じですね上が2800円台ぐらい、えー、下が2300円ぐらいの、まあ、結構500円幅ぐらいのですねこの短いレンジっていうのをずっと行ったり来たりしているよというようなところですね。そして1回、ですね決算で急落をした後ですね、 えーまあ、その後っていうのは、あまあ、しっかりとですね、えー、上昇してきているというようなところがありますので、さすがにですね2300あるいは2400円台というのは、ですね、えー、その配当もあってかあ、しっかりと買われるっていうところになっているかなと思います。要はこれを見て、まあ、何がわかるかというと、ですね、えー、この下の領域ですね、このレンジとは言いつつも、この下の領域っていうのはほとんどとどまっていないですよね、えー、株価がですね。 えー、ゃあすみません、ロウソク足がですね。というところを考えると、基本的にはレンジといいながらも、この上で張り付いていたというような、まあ、そういった推移になっているわけなんですよね。ということは、あまあ、中央線を引いたときに、それよりも上にある方うが、まあ、この銘柄としては居心地がいいんだろうなというような感じは受けるというようなところです。その辺り、冷やして、ですねもうちょっと見ていきまして、ちょっと中央線というか、あ,、まあ、ある程度ですね。 えー、レジサポとして機能しようであろう線っていうのを1本引いていました。それがですね、2515、まあ、円ぐらいかなというふうには思っています。大、え、体、ー、いいですね、ほとんどこの上の領域でですね、ここで小さくもみ合っていたというようなところになります。そして一回下げたところではですね、2300ですけども、まあ、いずれもヒゲですぐ巻き返していますよね。2021年の4月、それから2022年の3月、そして今年の3月ですね。これすべてですね、えー、ヒゲで巻き返していますので、さすがにこの2300ていうところは ですねえーまあ、かなりですね変われる水準というふうに考えて問題ないだろうというようなところです。そして今のね、えー、ここの値が今日ね、上に飛びましたけれども、えー、ここのところはですね、2515円、えー、この辺のところっていうのは、あこのレジサポーとして機能しているところですし、あここはですね、えー、この下落を。 を進行させた、このところ、スタートラインでもありますので、こ、えー、このところですね、えー、かなり意識をされるんじゃないかなと思います。で、今日ですね、えー、上に、まあ結構跳ねたんですけども、 おまあ、結構、まあ、5番にかけてですね売られる展開ということで上冷えーまあ、へ長めの陰線という形で引けていますでこの値、ね、値っていうのがあやっぱりこの価格帯別的高で、えーまあ、かなりですね上値が重い、e、ラインになってきますのでここからもう一段上に抜けるにはですねもしかしたら少し時間がかかるかもなというふうには思っていますというのはここで、えー、買っていた人たちっていうのがたくさんいるわけでこの辺の人たちはずっと含み損だったわけですよね3月からそしてようやくこれが戻ってきたと とというところで、えー、やっぱり人間の心理からすると、この含み損がゼロになったというようなところで、えー、切いたくなる、一回ね、えー、もうこんな銘柄、もうやめときよかったということで、えー、切いたくなる水準でもあるというところで、い、えー、ったんのですね、えー、まあ,あ、上昇したけれども、調整という形になっているかなと思います。で、今後の展開としてはですね、えー、2パターンあるかなというふうには思ってまして。 一応ですね。この位置も均衡表を出してみますと。とまあ、雲のね上限の上、えー、ですね。上限を上に抜けてきているというところを考えるとえー、まあ、一旦ですねこの2500っていうところはあ窓を閉めに来る可能性っていうのは少し考えておかないといけないかなとは思っています。要はまあ、こんな形ですね窓を1回閉めてからの。 まあ反発とというようよなところですね、まあ、このシナリオっていうのはあの十分あるかなと思いますので、まあ、下で貼るとしたらやっぱり2500ぐらいの水準っていうのが一番いいのかなと思います、まあ、さらにこのまま上がっていくのだとするとですねやっぱりこの価格帯の出来高が多いところっていうのをやっぱり抜けていく必要っていうのがあるかなと思いますのでだい、え、た、ー、い2650から2700ですねここのようなところを 抜けるまでっていうのは少し時間がかかるかなという想定のもとですね、まあ、この辺のところを抜けてからですね上に跳ねるというような、まあ、そういうシナリオっていうのも十分あるかなと思いますその場合はですね、まあ、エントリーとしてはしっかりと上に抜けてからですねこの辺から つばづけで入ってくるいくぐらいの方が、まあ、いいのかなというふうに思います。ただ、あまあ、少なくともですね、業績があ、まあ、回復はしたというところで、別に、えー、すごいですね、えー、こう予想以上のですね、来期増益ということでもないので、まあ、そこまでですね株価が上に反応できるかっていうのは、僕はちょっと疑問ではあるかなと思います。なので、どちらかというと上のアップサイドの上抜けていくところを狙うというよりは、 あ下げたところの押し目を狙っていくような銘柄かなと思いますので上に跳ねてしまった時っていうのはですねまあ,あまり触らない方がいいのかなというふうにも思う銘柄だったりしますのでえ少しですねまあ他の銘柄に比べると積極的にですね買っていこうよという感じではなくてえーどちらかというと消極的な買いかなと思います。 まいずれにしてもですね、試販期配当、そして6%の利回りっていうのがありますので、まあ、この辺のところはですね、硬、まあ、いかなということを考えると、できるだけ下でですね拾っていくっていうのが面白い銘柄になるかと思います。はい、ということでですね、今回は青空銀行ですね、見ていきました。まあ、少しでもね、面白いなと、た、ね、めになったなと思っていただけた方はですね、高評価ボタンを押していただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。